次に足立康史君。足立君。日本維新の会の足立康史でございます。今日はあの小野泰輔理事から釘を刺されました足立康史でございます。上品にやりたいと思いますが、まずですね、今日午後1時からまた参議院で予算委員会がございまして、立憲のトップバッターの杉尾秀哉さんね、またもう総務省の放送法の話ばっかりやるみたいです。もう再あやめてみましょう再手って言いかけたんですが、言ってしまいましたけど、私はね、やっぱり経済産業委員会のこのカーボンにもっと注目すべきですよ、マスコミは。それをもうなんかもうこの今週の月曜日にもうその大臣略があったなかったっていう話は終わったんだから、もういいでしょうと私は申し上げたいと思います。ツイッターではなんかハッシュタグでですね、立憲民主党にうんざりというハッシュタグが今トップで独走してまして、やっぱり盛りかけもそうでしたが、そういうこうなんて上げ足取りを取るような国会質疑質問が続くとですね、本当に立憲民主党野党第一党からずり落ちると、引きずり下ろすために私たちも頑張りますが、それはですね、改めて指摘をしておきたいと思います。大臣からもですね、もうその公文行政文書がどうとか、その大臣レクがあったとか、そういう経産省は私も言いましたけど、そういうつまらないね、大臣力があったって、そんなもの10年前でも何年前でも分かりますよ、それぐらいのこと。だって6人も同席してるんだから。だから大臣からぜひですね、郵政省はもうレベルが低いとちょっと言っていただきたいと思います。志村国務大臣。非常に上品なご質問をありがとうございます。行政文書はですね、まさに現在及び将来の国民に対する説明責任を全うするものであります。民主主義の根幹を支えるというものでありますので、公文書管理法、そして、行政文書の管理に関するガイドラインなどを踏まえて、これはもう適切に作成管理することが重要であるというのはもう大前提、当たり前のことであります。このため経産省ではですね、これまでも職員一人一人のコンプライアンス意識向上のために、そのに向けた研修の実施とか、あるいは文書管理に関する省内監査、この実施などに取り組んでいるところであります。これらの取り組みを通じて、公文書管理法等に基づいた適切な行政文書の作成管理をしてきているというふうに聞いておりますし、これからも引き続きしっかりと管理をしていきたいというふうに考えております。足立康史君。ちょうど今日の午後1時からはですね、私が農林水産委員会